V8 は、ドイツの自動車会社アウディが1988年から1993年まで製造していた高級乗用車である。その名前が示すように、アウディとしては、初めて V 型8気筒エンジンを搭載した乗用車であり、実質的には、アウディ100の上級仕様であった。アウディが、メルセデス・ベンツ S クラス。 BMW7 シリーズに匹敵する高級車を計画したのは、アウディ200を発表した1980年代初頭と言われる。結果、ラリークワトロで、その重要性を示した、フルタイム四輪駆動システム、クワトローと、アウディ100で得られた空力ボディ、そして新設計のオールアルミ V8 エンジンを組み合わせ、 これまでにない全天候型の高級車として1988年にアウディ V8 は誕生した。1988年アウディのフラグシップとして登場。エンジンは新設計の同ヒック部型8気筒エンジンを搭載し3.6リットルの排気量から250馬力を発生させた。駆動方式はこのクラス初となる四輪駆動である。トランスミッションは VW アウディグループ発の4速 AT を採用し、前年デビューのアウディ80と同じく誤操作防止のために、ジグザグ状のスタッガード式ゲートを採用した。ボディはフロント形状こそ違えど、アウディ100、200のプラットフォームを使用し、外装でもフロントガラス、フロントドア、トランクリッドなどのパーツは C3 モデルと共用する。なお、当社をベースにした。 ステーションワゴンも一台製造され、当時のフォルクスワーゲンの代表であったフェルディナント・ピエヒの妻の専用車として製造された。また、本国向けには、ロングボディ仕様も存在した。1990年にマイナーチェンジを行い、プラットフォームをアウディ100をベースとしたものに変更した。これに伴い全長、ホイールベースなどに若干変更が出るが、外観の変更はない。 同時にロングホイールベース版を発売。1992年に2度目のマイナーチェンジを行い、エンジンを4.2リットルに拡大、最高出力は280馬力に向上した。1994年、アウディエ8へ、モデルチェンジ。このモデルから現在に至る、A などの新骨腸が使用された。バブル絶頂期の1989年末に、ヤナセから発売。 ラインナップは4足 AT 仕様のみである。また、右ハンドル仕様の V8 自体は生産されていたものの、日本向けは左ハンドル仕様のみとされた。980万円という価格は、出力的にやや格下の BMW735i や、同じくヤナセが発売していたメルセデスベンツ 300SE と同等で、 同クラスの輸入車には優位性を見出せる価格であった。しかし、同時期に、国内の二大メーカーが発表した高級車、トヨタセルシオ、日産、インフィニティ Q45 は、さらに低価格かつあらゆる部分で V8 と、同程度かそれ以上の性能を有したために、知名度、話題性は、完全に両者に取られる形となった。1991年に、 プラットフォーム変更のマイナーチェンジ。1992年にエンジン乾燥及びダブルエアバッグ装備のマイナーチェンジを施したが、同じ時期にメルセデスは S クラスのフルモデルチェンジを行い、BMW も V8 エンジンを投入するなど、構成を強めたため販売不振となり、1993年モデルを最後に販売を打ち切った。 V8 DTM 1990年から1992年にかけてドイツツーリングカー選手権に出場している。この時期の DTM では D セグメントクラスの車両で参加するのが常識となっており、サイズが二回りも違う F セグメントの車両が参加するのは前例のないことであった。やや重いボディにパワーアップしたエンジンを乗せた DTM 仕様の V8 は ハンス・ヨアヒム・スタックやフランク・ビエラなどのドライバー陣にも助けられ1990年1991年と2年連続でシリーズ優勝を飾っている1992年アウディはエンジンのクランクシャフトを市販車で用いられているクロスプレーンからフラットプレーンへ変更したアウディはこのクランクシャフトは市販のクランクシャフトを 再誕生したものであると主張したが、レギュレーション違反であるとみなされた。その結果、アウディは DTM から撤退した。ありがとうございます。